枝別事業本部コンサルティング部の宇佐です。リインベント期間中に発表されたサービスは、はい、一旦以上かなと。ちょっと事前に、はい、出てきたものなんですけども、2つありまして、1つがインスタンスメタデータサービスバージョン2。インスタンスメタデータ、まあ馴染みがない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、 EC2 の、ね、中から、EC2 のメタデータにアクセスすることができるサービスになっていまして、まあ単純に、OS の中から、まあ、カールのコマンドとかで、いただくと、インスタンスの ID とか、VPC の ID とか、まあ、そういったものを取得することができるような機能になっております。これはすごい古くからある機能なんですけども、この中で一番使われているのが、その中で動いている SDK とか AWS CLI から使われているんですが、 EC2 にアタッチされている IAM ロールの一時的なクレデンシャルを取得して、その EC2 から AWS に対して API を叩くということができる、機能にも使われてますと。で、昨今これが結構悪用されるケースがあってですね、まあ、いわゆる SSRF 攻撃っていうものがあるんですけども、その攻撃をすることによって EC2 のインスタンスメタデータのサービスから、一時的なクレデンシャルを、不必要に、取得して、まあ、攻撃者がそれを利用するということが可能になってますと。これはまあいろんなレイヤーで、要因があるんですけれども、まあ、あのアプリケーションでも対策をしないといけないですし、まあ、インフラでも可能な限り防ぎたいというものになっています。1回コールすれば、これまで取れていたものをまず、プットのリクエストで、クレデンなんですかね、一時的にアクセスするためのトークンを取得して、そのトークンをつけた状態でさらにコールをしないと、クレデンシャルとかメタデータが取得できないという感じになって強化されたりですとか、まあ、あとはロードバランサー級のアクセスだとうまく動かないようになってたり、複数のホップを挟むと、まあ、うまくいかないようになっていたりということで、まあ、様々な面でセキュリティが強化されたので、IAM ロールを使って、EC2 を、IAM ロールを使うような EC2 を、使っているような場合には、まあ、あのインスタンスメタデータのバージョンを上げると、はい、いうことをやることによってセキュリティが強化されるような感じになっています。あともう一つ、注目しているのが AWS WAF のバージョン2ですね、はい、こちら、呼び方としてはバージョン2というよりは、AWS WAF って今呼ぶと新しい方の AWS WAF というふうに呼ばれるようになっていて、逆にこれまで使っていた AWS WAF がクラシックという扱いになっているような状態になっていますと。これもだいぶ使いやすくなっているんですけれども、2つ大きくトピックがあって、1つは AWS 自身がマネージドルールという、ルールの塊を提供するようになりましたと。これまで、AWS 上でのその WAF のルールの設定は結構ユーザーが個別にポチポチポチと作り込みが必要だったんですけれども、セキュリティベンダーからマネージドルールというものが提供されていて、まあその目的に合ったルールを選ぶだけで簡単に、まあ、いろんなルールが提供されるというところがマネージドルールのメリットだったんですが、それが AWS からも直接提供されるようになりましたと。でこれ自体は他のマネージドルールと組み合わせて使うこともできるので、セキュリティベンダーのマネージドルールも使いつつ、まあ、AWS の例えば IP のブラックリストとかを結構しっかりメンテナンスしてくれるので、まあ、それを併用して使うみたいな使い方ができるようになっていますと。であともう一つは設定が非常にやりやすくなったっていうところですね。これまでそのルールを一個一個、定義したりするのに、そのルールを作る、ルールをアタッチするっていう API がかなり個別に分かれていたんですけれども、そのルールの組み合わせを作った JSON ファイルを、まあ、インポートしてエクスポートすることができるようになってますので、WAF のルールを更新するのが、まあ、非常に簡単になったというところが今回嬉しいアップデートになってます。はい、まあ、セキュリティ系のアップデート、今回も非常にいっぱいあったんですけども、まあ、ぜひ、はい、継続的にチェックしていただければなというふうに思います。はい、私からは以上です。ありがとうございました。